昨日小倉さんと桑原さんに任されてって言われた時は本当どうでしたか？そうですね、まあ、正直あのプレッシャーの方が大きかったですね、はい。まあ、でも小倉さんも前取るのが仕事だっておっしゃって実際前受けになって、そうですね、シャーバン的に厳しいかなとは思ったんですけども、小倉さんが取ってくれたんで、まあ、理想の形になりました。流れではかましっていうのもあったんですか、選択肢の？抑えに切るポイント次第でちょっと、まあ、吉田君相手にかませるかどうかは分からないんですけど、そこは緩むチャンスがあればっていうのは作戦で考えてました。まあ、結果的にこう飛びつく形から、そうですね、はい、ああいう形になったんで、まあ、いろんな作戦のうちの一つだったということですね。まあ、来月はこう熊本記念控えてる中、慎一郎さんが昨日落車でっていうのは、そうですね、ちょっと、まあ、今回もですけど熊本記念もちょっとどうなるか分からないですけど、まあ、ちょっと残念な気持ちが強いんで、まあ、慎一郎さんの分もしっかり頑張れればなと思ってます。あとは、まあ、ちょうど2年前の再現、また今年も、そうですね、うまくいくといいですね。頑張ります。頑張ってください。はい、ありがとうございました。